はい、皆さんこんにちは、モロトクです。キングダムズリボーン続きをねやっていきましょうか。現在の人口49名ということで順調ですね。すくすくと育っておりますと。以前ね、肉体労働者が少ないということで、雇用はね逼迫しているという状況ですね。今回もね、いろいろ皆さんからコメントいただいておりましてありがとうございます。1つ目、キノコ作ってはどうかですね。現在砂漠の活用がね、住宅だけに絞られているんですけども、キノコ栽培は砂漠にね、作ってもいいんじゃないかという話ですね。これはね、非常に興味深いコメントですよね。やっていきましょうか。我々のね、食料が結局ね、結構ギリギリになっちゃうんだよね。だから、キノコを作ってね、食料にする、もしくはビールにすることもできるんだよね。だからね、キノコを作ることはいいんじゃないのかなと思いますね。キノコあるでしょうか。これを回してなければワイルドカード行きといった感じで行きましょうかね。ないね。そして、ここにもキノコがないということで、これ以上やるとお金がかかってしまうので、残念ながらここはストップして、キノコ畑ですね。探していきましょう。ありました。キノコ農場か。これをやりましょう。で、砂漠の場所に置くよということで、そうだな。どこら辺がいいんだろうね。これもまた悩ましいんだよな。多分これくっつけてここら辺に置く。そんな感じでいいんじゃないでしょうか。よいしょと置いときましょう。現在のお金は2246ゴールドということでね。若干余裕がありますよね。で、続いて、さらにコメントの話なんですけども、やっぱりね、ここの住宅の住民がね、下、職場に行くまでの距離がかかりすぎてるよね、という話ですね。前回の動画でもね、私ちょっと気になってたんですけど、ここをね、改善するということで、ここの領土を買って、ここから橋を渡すと。いうことをやりましょうか。お金もあるし、ね。影響力使うのはね、ちょっと引けるんで、今回はお金でね、解決しましょう。これで増えましたと。石もね、取れるようになりますね。合わせて木も取れるね。で、道を作るということで、まずは橋を作ってみようか。こっからかな？どうなんでしょうね。こっからがいいよね。せっかくならね。こっからガッとこういう感じ行きましょう。橋が自動的に作られました。そしたらば道をね、作るイメージで行きましょうか。道はこういう感じで作る？ね。ここをまっすぐ通すと、はい、出来上がりと。ただしね、この道は村人がね、ちゃんと作らないといけませんよ、ということですね。木材は十分あるので、ここはまだね、伐採しなくてもいいかなと思いますと。で、続いて、そうだな、各施設のアップグレード状況を見ていきましょうか。ちょっと気になってるのは最近ね、できた施設ですよね。例えばここ。これ伐採場なんですけど、アップグレードが必要だよね。これをね、やっておきましょうか。抜刀の手法ということで生産力プラス50ですね。消費は石材75ということで問題ないですね。合わせて森林の町。これも実はいけるんだよね。なんでかっていうと上にね、伐採場が1個すでにあるから、このアップグレードを使えば生産性がアップですね。木材55個か。多いな。で、これでやっときましょうか。で、あとは気になる部分としては貿易関係ですね。ここ、全然アップグレードがね、進んでないんですよ。まあ、お金がね、使われちゃうからちょっと難しい状況ではあるんだけど、手数料の割引っていうのはね、長期的に考えるとプラスのことですよね。これはね、早々にやっておきたいということで、さらに高速配達ですね。これなんかも今後やっていきたいですよね。そして、積載量の向上、これも今後やりましょう。まずは手数料が一番先かな。一つ。そしてこっちも同じですね。手数料をやっておきましょう。よし。いいんじゃないでしょうか。ね。働き手がめちゃめちゃ少ないですけども、その点については人口をね、上昇させて解決していきたいよという状況ですね。今のところ建築はすべて済んだかな。大きいストックパイルですね。資材置き場がここに作られましたということで、それ以外にもちょこちょこ資材置き場をね、作っとけばいいんじゃないのっていう話もありまして、いくつか隙間に作っていく？どうなんだろう？隙間ってどこなんだろうねっていうね、話もあるんですよね。気になる隙間っていうのはここかな。でもこれ木がね、成長しているんだよね。まあなのでね、唯一気になるところとしてはこういったところでしょうかね。ここに一つ置いときましょうか。小さいの置いとく。こんぐらいの置いときましょうか。ポツッとね。あとはここら辺も置けるかな。やってみようか。置けそうですね。じゃあ無理なくここら辺のサイズでやっときましょうか。ね。
これでちょっと余裕が出てくるんじゃないのかな。本当はここら辺にも置いてもいいのかもしれないけど、森がいっぱいあるのがもったいないという状況ですね。そうそう、頑張ってください。人口は50人ということで、目指すは今のところ100人ですね。そして陶器、もうそろそろ500個できますね。そうするとね、新たなカードが手に入るんだと思います。そしてビール、なかなか遅いですけど、ビールの問題はあるけども、まあ着実にねビール、溜まってきてるんでいいかなと思いますね。ビールはね、生産を絞っちゃうとこの目標がね達成しづらくなっちゃうので、このままにしとこうかなと思います。ジーンさんが漏水ですね。やたら漏水が多いんだけど、事故死とかそういうのはないんだね。不思議だよね、ちょっとね。で、インベントリーがいっぱいです問題ですね。そしたらばインベントリー、ここにももう一個作っとく感じでいきますかね。ちょこ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 小さいのを作るよということでいきましょう。こんぐらいがいいかな。よいしょと、ほい。まさかこの木をね切っちゃいそうですけども。そしたらば速度を上げていきますかね。ツンツンと、このインベントリーは必要そうだから重要だよということでね、星をクリックしました。ほいほい。あとは相変わらず、川がいっぱいありますねということで、仕立て屋を今後ね作りたいなというのが我々のね状況ですよね。で、仕立て屋をね作るためには鉄が必要なので、鉄をね、ゲットするための鉄の精錬所っていうのを今ね引き続き作っております。これはね特にすごい急いでるわけじゃないんだけど、まあ先にね作っとこうという感じですね。さあ、ここもいっぱいいっぱいですということで、もったいないね。もうちょっとなんかこの中のインベントリーが増やせればいいんだけどね、オプションとしてね。それはできないということですね。ストックパイルの建設を待ちましょう。あとは一通りアップグレードはもう終わってるよね。多分家なんかはほぼほぼ終わってると思うんだ。レンガが120個か。下の家が結構若いからちょっと見ていこうか。よいしょと、あった。じゃあこれをやりましょう。一つ適用ですね。これ以外はすべて大丈夫だよということですね。住宅、ここまだまだ建ちますよということで、もうちょっと待ちましょうか。はい。ワイルドカード一つ、そして統計局が我々一つあるんだよな。統計局を余裕があるときね、作っちゃってもいいかもしれないですよね。うん。ちなみに役場のアップグレードですけども、次はね、5000ゴールド貯めなきゃダメですよということで、なかなか厳しいな。領土ですけども、我々の領土はこんな感じですね。だん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 大きくなっていきました。今後ね、狙うはこっち側ですね。綿花をゲットしたい。そしてトンネルがね、ゲットできればここをね、ゲットしたいと。さらに上ですね、高級品であるワインをね、作るならばブドウをね、ゲットしたいという状況ですね。他の文明見ていきましょうか。確かこっち側に文明があったような、あるね。62人か。我々のね文明より多いですね。さらに上は45ということで、うん。そしてここか、39か。今のところね、他の文明は私と同様都市を一つしか持っていないということですね。今後ね、都市を複数持ち出すと思うんですよ。私もそういうこと考えたいよね。複数持つとしたらここら辺にね一つ欲しいかな。こういったところかなね。そして森林をがっつり伐採して、木材をね、たらふく持っといて、いろいろね、都市を発展させていきたいということですね。幸いなことに我々ね、薬草がいっぱい取れてるんですよね。まだね、薬は薬として消費されてるけど、在庫があるという状況ですね。さあ、気づけば人口は52人ですね。建築者が1人か。いろいろな場所を建築しなきゃいけないんだけどね。例えばこういったとこだよね。キノコ農場、なかなか建築されないですね。ここも優先順位上げておきましょうか。そしてスピードアップにしておきましょうかね。それ以外、交易、お金ちょっと貯まったかな。お金がね、余裕あるうちに、交易のアップグレードをしておきましょうか。高速配達300ゴールドでしょ?こっちの高速配達は500ゴールドということで、こっちのが安いね。じゃあこっちを先にやっておきましょうか。さらにさらに積載量の向上ということもできるから、これもやっとこうか。よしよしよし。今回はね、地味にですけど、かなり進んだと思いますね。村がね、強化された感じがします。ということで、ここまでにしたいと思います。続きはね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。